こんにちは、ちゃんぽんです。今回は過去、今、未来のうち今を楽しむことに意識することにより人生がより充実するといったようなお話をします。私たちの脳は無意識に過去を考えているとき、未来を考えているとき、そして今を考えているときの3つがあります。過去の素晴らしい思い出を思い返しているときに人間の脳が幸せを感じるということが研究によって明らかにされているようで、その時を懐かしむ気持ちがあれば感じる幸せ度はより大きなものになるようです。しかし私としてはもやのかかった古い記憶よりも今この瞬間に経験することの方が力強く鮮明で生き生きと感じられると私は思うんですね。かといって今を楽しむためにわざわざ手間のかかる特別なことをした方がいいというわけではありません。ちょうど今のあなたのようにこの動画を見ながらね、ゆっくりしていただいている、そういう風なだけでも十分に幸せな時間を経験することができると思います。であればいいなと私は思っています。何かの思い出を掘り起こそうとしても大した記憶が掘り起こされることはないです。前に見た映画をもう一度見るような感覚で過去を思い出せると考えがちですが、記憶っていうのはもっと直感的で味気なくて抽象的で、かつ間違いも多いですし、一部は後から継ぎ足された創作であるということもできるんですよね。また未来に関しては、未来の自分が思い出を楽しむことができるように美しい景色を写真に撮ることもあると思います。確かに未来のことを考えて行動すること、これは非常に重要なことだと思いますが、未来のことを考えるのであれば思い出に懐かしむことを増やすよりも、未来の自分が楽しく生活できるような長期的な計画を立てることに重点を当てる方がいいのではないかなと思っています。そして計画ができたら、その時には今に集中して意識するんです。夕日を見るなら夕日の写真を撮るよりも、今その時に全身で夕日を楽しんだ方が素晴らしい瞬間を積み重ねることができて、たとえ写真を撮ってなくてその時の記憶が残らなかったとしても、いい経験として人の中に積み重なっていき、違う時でも今の幸せをより大きく感じることができるようになるんではないでしょうか。以上、今を楽しむことで今後の人生もより充実するといったような内容でした。今回の内容は以上です。今回もご視聴ありがとうございました。